はい、どうもこんにちは、太郎です。今日は超童話祭、こちらのガチャを引いていきたいと思います。いや、動画外でね、10連引いちゃったんですよね。もう爆死でした。楽しみ。まあ一応ピックアップヒーロー確定のところまでは引いていきたいなと思ってます。提供割合的に見てもこれなんですよね、ブレイクされなければライドヒーローゲットということで楽しみにしてます。っていうか、キュベリエクビになってない。キュベリエあいつ、多分、怠けすぎててクビになったな。行きましょう。ライドヒーロー出たらやめます。10連目。はい。動画にタイトル何でしょうか？100連にしようかな。ピックアップヒーロー確定までにしようかな。悩み中。っていうか、あれだな。よし。変にさ、童話祭のヒーローが当たってしまうと、ピックアップヒーロー確定がなくなってしまうので、それが一番怖い。それブレイクされてもやめるわ。この輝きは、この輝きは、来るか？お、てか1個目で。お、ガクヤリスでした。かぶり。初ゲットならず、10連終わりました。あと21回か。いい感じになった時にね、優勝引こうかなと思ってるんだよね。まあ、行きましょうか、無償で。いや、どっちが欲しいってか、ライドヒーロー。ポッケーウサギか、どっちも可愛いよね。僕、シンデレラ好きなんですよね。ハウスのシンデレラ。誰に会えるか、楽しみだよ。レボルやめてくれ。本当に。赤多いね。星5の確率上がってるらしいので。なんていうか。おお、びっくりした。副産物がね、出ればいいかな、とか思いつつ。お、キリいいっすね。優勝引きましょうか。40連目。はい。20。うん、そう焦りなさんな。来るかな、来るかな、ライドヒーロー頼む。あ、虹2個ある。うっ、マジか。これは最悪のパターンだ。やりやがったわ。あれ、あと50回以内になってる。変わってない。え、ピックアップヒーロー確定ってさ、被っても平気なの？それともこの二人はピックアップ、ん？かつての童話祭のヒーローはピックアップされてないってこと？どういうことだろう？え？俺はさ、てっきりさ、鏡の女王が来た時点で、ピックアップヒーロー確定がリセットされるかと思ったんですけど、されなかった。これは行くしかあるまい。天井まで行きましょう。さあ、どっちが出るか。緊張してきた。100連引くか、ピックアップが出るか。戦いですね、これは。いや、なんか、一番さ、不安だったのが解消されたからよかったわ。はい、あと40連。ガンガン行くぜ。おりゃ。可愛さ的にはね、時計ウサギが欲しいんだよね。めっちゃ可愛い。ウサギに乗ってるの。で、シンデレラは多分普通に強い。爆死続いたね、さらっと。さらっと。あと8回以内に確定。行きましょう。せーの。はい。虹。さてさて、誰が来るかね。チーム、ドキドキさせるね。あの8回、見事に天井で星5ですね。ライドヒーロー来い。頼む。おぉ、ジャンヌー。てか、初ゲットいなくない？まだ。困ったわ。てか、あと28回以内に確定で、20回以内にピックアップヒーロー確定はちょっとあれだな。周りが、何あれが良くないわ。感じが。あ、でも誰に会えるか楽しみ。星5リセットだ。よしよしよし。
隣じゃん。初ゲット少ないぞ、今回。てか、ゼロじゃない？髪がね、めっちゃ余ってんだよな、おかげで。あと10回以内にピックアップヒーロー確定まで来ました。結局100連ですよ。どっちが出るかな？どっちでも嬉しい、正直。50% ずつです。オリジンなし。どっちもあり。行きましょう。最後10連。はい。誰も来ないっていうのがさ、いいね。これなんかドキドキするね。お !5 個目で星5も出るし、これはいいの。おい、初ゲット来ない？最後。お誰にも邪魔させない、シンデレラのライズでした。ありがてえ。ありがとうございます。ゲット。はい、ということで、ガチャの結果見に来ました。100連して初ゲット1人っていうね。悲しい。まあ、それはいいとして、カオスシンデレラ来ましたね。ライドです。こんな感じになってます。物語。フェアリーゴッドマザーの魔法により、美しいドレスを与えられた少女は、舞踏会の夜、王子に見初められ、プリンセスとなった。だが、宮廷の過酷な環境は、彼女を冷徹な女王に変えてしまう。大陸制覇の野望を抱き、自ら戦車をかけるその姿に、かつての面影は感じられない。カオスになったってことですね。こんな感じになってます。プレビュー。めっちゃ可愛いっすね。中にヴィランが乗ってるのがなんかいいよね。表示切り替えこんな感じです。すげー。ボイス。我が波動、誰にも邪魔させない。許しを請うなら今のうちよ。この野望、成し遂げてみせる。すべてを征服する日まで、戦いは終わらない。跡形もなく吹き飛ばすわ。塵一つ残さないわ。我が波動、誰にも邪魔させない。こんな感じです。表示切り替えプレビュー見ましたね。ウォーチャージ、なるほど。ほい、はい、じゃあお試しバトルやっていきましょう。時計ウサギからやろうかな。そこ、どいてください。かわいい。はすげえかわいいんだけど、なんかボンバーマンみたい。わかる人いるよね、多分。すげえかわいい。ぴょんぴょん跳ねる。必殺技打ちましょう。2か。すげえ強い、これは。かわいい、しかも。後ろまでバックするのか？バックするね。大慌てな感じ。最後の、お腹ドッカンめっちゃかわいい。やべ、欲しい、これ。通常攻撃はこんな感じ。切り替え技は？お、力溜めましたね。これなんか普通に攻撃してもさ、なんか手数も多いし、強そうじゃない？自強化プラス、ですね。コスト2っていうのがいいわ、また。こりゃ強いな。どうなってんの、これ。あの、ラッパと一緒に攻撃してんのかな。この必殺技いいな、ほんとに。うん、うん。最後なんかさ、振り落とされそうになってるのめっちゃ可愛くない？これ、ウサギが。ギリギリ乗ってるっていう。はい、かわいい。素直に解いてくれればよかったのに。
じゃカオスシンデレラライド行きましょう。許しを買うなら今のうち。すげえ、戦車カタカタ。いや、大砲持ってないっていうね。ヴィランに撃たせてんのか。切り替え技。こんな感じです。必殺技打ちましょう。死になさい。やばやばやば。え、こいつもコスト2じゃん。死になさい。強すぎるだろこれ。バギー砲ですね、バギー砲。最初のドッカンは3連なんですね。これで撃っていくって感じ。結構なんか撃ってる時間も長くて面白い。ちょっともうちょっとね、戦車走らせたい。面白い。なんか動き方とかもさ、こうレーンを移動するって感じもなんか戦車っぽくていいね。ぴょんぴょん、この戦車でぴょんぴょんできるカオスシンデレラすげえわ。死にだぞ。これは強い。はい、おつ。すべてを征服する日まで戦いは終わらない。はい、石なくなっちゃったけど、まあ大満足。ライド途中でブレイクされたかと思ったけどさ、よかったわ。ピックアップヒーロー確定、消えなくて。なんとか、ライドヒーロー1体ね、ゲットすることができました。今回はこれで終わりにしたいと思います。また、よければ、ご視聴お願いします。では、またね。バイバイ。